批判してる側の人は、なんか批判したい人とレイヤーが違くて、ちゃんと批判してる人って、この、相手強豪と戦ったりとか、ワールドカップベスト8以上とか、オリンピックでメダルとか、そういうのを考えた上でだから、相手強くなった時にこれちゃんと対応できますかってところを基準にして批判するじゃないですか。ってなると、アジアカップだったりとか、コパアメリカとか、親善試合で相手が強くなった時にそこ対応できてないと。だここで対応できるようになったら、ああ、よかったね、成長したいとか、日本任したいねってなるんですけど、ここがずっとできてなくて、弱いとこと当たる時もその対応しないまんま、力技で殴ってるだけでしょ。なんだけど、それを分かってくれない人がここの今言ったようなところだけ見ると、うわ、森保に対してすげえ言ってるみたいな。なんだよ、みたいなさ。その、見てる、位置がこの本当に日本に勝ってほしくて、その目標を見据えてそれに対して の, 批評というか意見を言ってるだけなんだけど、そこを全部すっ飛ばされて、今起きてる勝ってるじゃんとかだけ言われるから、議論がずっとね、議論というか同じ問題にいかないですよね。